移動式粉末消火設備の使用方法を説明します。このような赤い箱が移動式の粉末消火設備です。1、加圧用ガス容器のバルブを反時計回りに回して全開にします。2、放出弁のレバーを全開にします。3、ホースを伸ばしてレバーを開けます。火災から一定の距離を保ち、火の根元を左右に吐くようにノズルを動かし消火します。